神代でございます。今日はイタケルミコトウサを占領するについて、お話をいたします。まずもっては日高美国日田の軍司令官猿田彦のことから詳細をお話ししたいと思います。猿田彦は義帝国を嫌っておりました。猿田彦は今を遡ること9年前、紀元238年の年に和国からの朝貢使の一人として義帝国に向かったわけでありましたけれど、そこで体験したことが頭に残っておりました。もし万が一義の軍隊がこの日本列島へ入ってくることにでもなれば、和人たちはことごとく奴隷とされ、鞭で徴着され、あるいは和人の兵隊はすべて首を跳ねられ、さらには和人の農民は重税に苦しむようになると思っていたのです。義軍を日本列島に入れてはならない、そういうことには絶対にしてはならないと、こう猿田彦は思っておりました。しかるに紀元238年、猿田彦と一緒に中国義帝国の都洛陽に向かった邪馬台国の月読み巫女と、役職は高結び巫女であります。月読み巫女の方はそうではありませんでした。月読み巫女は猿田彦と同じ年に同じ隊列で義帝国に向かったわけでありますけれど、月読み巫女は義帝国に大いなる好意を抱き、義帝国との同盟を固くし、共生の道を歩もうとしていました。それどころか、今度のクナ国との戦いにあっては、義から援軍を送ってもらい、大規模に義軍をこの日本列島に上陸展開させようと考えていたのです。そういうことで、猿田彦は月読み巫女が邪馬台国の政権中枢から外れない限り和国は良くならないと考えておりました。猿田彦は真剣に和国の将来について思い悩んでいたのです。猿田彦は考えます。かつて自分を説得するために実刑の天の熊人がこの日高美国日田に送り込まれてきたことがあったが、その時自分が兄天の熊人と話した内容は、義軍はこの和国にやってくるであろうかということであった。天の熊人は得意げに鼻を高くして、義軍は来る、必ず来る、月読み巫女が糸国にいる大砲軍の軍師長征に重ね重ね依頼して、義の軍隊をこの和国に送り込んでもらうことを強く推し進めている。
あと半年、いや、1年のうちには義軍は必ずやってくると思われる。義軍が来援すれば南方の久那国も勝又北方の須佐能も一網打尽に、双方とも撃破することができようぞ。我らの苦労ももう少しの辛抱で実を結ぶというものだと天野熊人はこういう内容の返事を言って返しておりました。天野熊人にしてみれば義軍の来援を伝え邪馬台国の将来を明るく見せようとしたのでありましょうけれど、猿田彦のその時のこの情報の捉え方はそれとは随分と異なったものでありました。やはり義軍はこの日本列島に渡海してくるのか、月読み巫女は国を危うくする一大頑強である、あの人物だけは邪馬台国の政権中枢より外れてもらわなければならない、そうでなければ和国は滅ぶと猿田彦は思いました。この結果、猿田彦が取った行動というものは奇妙なものでありました。古書山秋月城の大賀屋王長佐のもとへ使者を派遣し、それがし猿田彦は貴殿に対してこれより臣下として従いたく存じまする、天照大神月読み巫女の義を同盟国とする政策にはついていけません。ましてや義軍をこの日本列島に導き入れるなぞということは言語道断であります。長佐殿にはこの混乱の終了の暁には和国王となっていただき、義とは同盟交流をしない方針でことに当たっていただきたい、そうお願い申し上げまする、と使者に言わせたのでありました。それに対して長佐からの返事はよう分かったということでありました。それがし長さはそなたの検索通りこの和国の内乱終了の時には和国王となりは日本列島を治めることといたしましょう。当然にそうなった暁には義国との交流はせず国交も結ばないことをお約束する、ご安心召されるがよろしかろう、必ずそういたす。そうではあるけれど、しかし今我々が目指すのは邪馬台国の二つの城であるマテラ山城と萩皇后石山城とを早急に陥落させることである。この討滅作戦にそなたも東から軍勢を出して協力してくれまいか、頼みに思っておりますぞ、との返事でありました。
こういうことで、猿田彦は長さに親族することを約束しました。しかしそうではありましたが、自分のこれまでの主君であるアマテラス狼、別称卑弥呼の領国朝倉へ、東方から攻撃をかける作戦には心が折れ、実行することははばかられました。心の奥底で朝倉のマテラ三条や萩皇后石山城を攻めるのは耐え難いと苦慮していたのです。いくらもアマテラス狼は我が仕えた主君であられる、この思いがあるのです。時勢の流れとはいえ、邪馬台国への反逆の心を決めはしたものの、しかしいくらも自分の軍勢で、九州アマテラス狼を攻めるのは忍びなかったわけです。そういうことで、猿田彦は今まで通り日田と萩との三峡の通路を軍勢で固め、街道の交通を止め、間接的にマテラ三条や萩皇后石山城を包囲する、そういう大きな輪の中の一部であり続けようとしました。それが彼ができる九州アマテラス狼に対する判断の精いっぱいの軍事行動でありました。それはともあれ、この時期スサノオが自分の長男イタケルミコトと次女タギツ姫と数百の軍勢を率いさせ、宗像水軍をつけて南方に派遣し、豊後大分県の宇佐市に攻めかけさせています。そのことについて述べます。そもそもスサノオというのはイザナギイザナミの第四子でありました。ある時は白国、後の新羅に人質になって、十数年間出向いていたり、その白国から帰ってきてからは母の国である出雲島根県に住んだりしておりました。この時期スサノオは出雲のスサ地方の小領主となり、そこに住んだりしておりました。その後父イザナギが没すると、父イザナギの領地を分割し、高間ヶ原邪馬台国はアマテラス狼、青海原豊国及び玄界灘は月読み御事、天下那国はスサノオという具合に、父イザナギの領地を分割し、それぞれ相続することになりました。スサノオはこうして、天下那国を相続して自分の領土とすることになったのです。この那国入国の時に、スサノオは出雲ヒーカーの河口に盤踞していた
出雲水軍の一部を名古屋に連れてきて宗像の地に配置しました。これが後世の宗像水軍であります。その宗像水軍の首領安田片澄命に須佐能は長女の市木島姫を妻として貸ししておりました。市木島姫は九州本土の宗像郡田島の宗像大社に祀られておられます。かくして今度の邪馬台国との騒乱に突入したのでありましたが、スサノオは名古屋から邪馬台国への攻撃についてはもう十分に実行していたのでありますが、しかしその邪馬台国の背後の豊前、福岡県東部や豊後、大分県の地については全く手をつけておらず非常に不安でありました。邪馬台国が豊前、豊後方面に逃げ落ちはしないか心配であったわけです。こういう焦りの気持ちがあったのです。そこで今回長男の伊竹命、次女の田木津姫を使わして宗像水軍を率いさせ、海上から宇佐の地へ進出させようとしたのでありました。このことについて日本書紀は、すなわち三人の女神については芦原の中津国、新しい都のある南からの土地、いわゆる日本列島のことであります。芦原の中津国の宇佐島、宇佐市ですね、宇佐島に天下りなさいましたと記録しています。宇佐を島で表しているということは、そこが陸地から行ける土地ではなく島のごとき飛び地だった、あるいは海から行かなければならない土地だったという意味を表しているのであったでありましょう。またこの土地に伊竹命につけて次女の田木津姫を出向かせたのも、この田木津姫が巫女、祈る女だったからでありました。進軍する軍団に巫女を同伴することは、その軍団に真意、神の恩恵を多く受けようとの配慮であり、古代にあっては大いに実行なされたことだったのです。かくして宇佐は縄文人程度しかいなかったところだったので、そう地元の人々の抵抗を受けることもなく宗像水軍によって占領されました。ポツンと一点だけ、スサノオの勢力が豊後、大分県の宇佐の地に転倒することになったのです。この宇佐の支配を責任持って担当したのが前景経図でも分かります通り次女の田木津姫であり、そして王として
現実的な政治を行ったのが、イタケルミコトとその子、豊津彦、後世の唐島氏だったわけだと、私は推測しています。そしてこの時、イタケルミコトが築いた拠点地が、こめかみ山甲午石山城だったと推定されます。それではここで、こめかみ山甲午石山城について少々述べてみたいと思います。こめかみ山甲午石山城、所在地大分県宇佐市安治武町久間、由緒遠隔。こめかみ山は高さ475メートル、山麓の登山口に佐田峡石と呼ばれる環状列石があり、また登山道の至るところに月の谷、日の谷と呼ばれる環状列石がある。また登山道の途中にドルメン、史跡墓であります。弥生時代の朝鮮式のお墓であります。ドルメンもあります。さらに山頂部にも環状列石、高さ50センチ程度の石の群れ、石の輪があります。山頂からの見晴らしは素晴らしく、安治武の町内はもとより別府の高崎山まで一望することができます。今日はスサノオの勢力がポツンと一点だけ、豊後大分県の宇佐島宇佐市に転倒したことを申し述べました。この後朝倉での邪馬台国とスサノオ軍との戦いは大いに混迷を深めることになるのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はスサノオの奇襲についてお送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。